止します。現在、破壊した窓から隊員が侵入しているんですが、文句等を、今年はですね、関東大震災から100年目の節目の年にあたります。今後もですね、関係機関の皆様と訓練を通じて災害能力の向上にですね、努めてまいりたいと思っております。